みなさん、こんにちは。サンドニーズでーす。キングルミ母さんでーす。いつもね、娘の TV でーす。いや、あのさ、うん、撮影の流れでさ、うん、ついついこう撮ってしまった動画なんだけれども、うん、アドリブ合戦っていうのをね、うん、みんなでやってたんだね。その様子がね、うん、あのカメラに収まってましたんで、その動画を。あれ撮れてたの？そうだね。今日はね、皆さんとその動画を見ていきたいと思います。はい、ではどうぞ。リズ、アドリブがさ、できるっていうからさ、いい子やってもらうけど。いや、違う違う。線香花火ってさ、何個もいっぺんにやるとさ、爆発するんだよね。最初はパチパチ言ってんだけど、突然大爆発して腫れ切った金髪が、なんだそれはって髪かき上げながらびっくりするっていうのをやってみてね。はい、3、2、1、9。線香花火さ。誰一本で座るからさ。ちょっと待って、言っちゃうじゃない。言っちゃうじゃない。言っちゃうじゃない。これはどうだろう。これはどうだろう。北の国からだ。北の国からだね。あ、じゃあ、絶対。隣に鹿いるよね、鹿。鹿を今怪してるよね。ルルルル。これ、いかにしてんだよな。絶対北の国からだ。おい、おい、おい雪と鹿しか見えませんでした。見てみたいな、テピの。いや、テピ下手そうだよ、こういうの。やりにくいやつをやらせよ。やだなぁ。怖いわ。よし、よし、また怖いわ。戦場カメラマン、はいはい、渡辺陽一さんがゆっくりながらも、うん、熱く語っているシーンをどうぞ。どういう感じだっけ、なんか。渡辺陽一さんまで、3、2、1、9。戦場というのただ、羊、キリンよりも穏やかでかつ、心情は激しく揺さぶる。世界ながらに、カメラ越しにこう見ていると、象かと思いきや、二等兵でありつつも、戦場とはそういう世界を言います。そんな私はオチが分からず、ここが一番の戦場だと思うのでありました。意外と面白かったよ。二刀流が出てくるのは時間だね。お母さんはね、うん、逆にね、なんか熱い気合いするのが多分似合います。熱い系か。じゃあ母さんだけ特別に2個やろ。おお、母さんやりたそうな、そろりそろりやろ。あ、いいねいいねいいね。追って始めに、そろりそろり何しようね。そろりそろり犬をあやす。ではそろりそろりと言いながら猫を撫でても、その猫が一個に懐いてくれないペットショップのワンシーン。3、2、1、キュッ。そろりそろりと猫どこに、猫どこに、可愛い猫ちゃん。猫、猫の方がある。そろり面白いですね。いやー、うん、もう一個だね、母さんね。でもやっぱ金八、張り切った金八がアイススケート場だと思って足を踏み入れたら、そこは凍った池だった。なんでですかって言いながら滑って転んで落ちていくっていう。張り切った金八お願いします。3、2、1、キュッ。ちょっと金八要素がない。ここはアイススケート場ですかからね。はい。朝三に地球。ここはアイススケートですけど。滑って転んで池にはまり。なんですか。もうアドリブ。アドリブだよ、パパ。